ようございます今日も29さんのインパクトがすごいでございます。今日はね、肉寿司を作っていただきました。一応今回合計で1,2,3,4,5,6,7,76貫かを作っていただきました。一応ね、お醤油と柚子胡椒、あとわさびですね。で、これネギ塩ソースだれを用意していただきました。お肉ね、よいしょ、こんな感じでございます。こんな感じに見える、こんな、いいよ、よいしょ。じゃあ、早速いただきたいと思いますんで、炙りの方お願いしてもよろしいでしょうか。ちょっと映っちゃいますか、これ油が出るところ。これはずるい、これはずるいこれはうまそうだ、これはうまいな、うまそう。早速いただいちゃっても大丈夫ですか。はい、いただきます。うまそう。どうしようかな、じゃあまあそのままで、そのままがいいな。よ、こんな、こんな感じです。いただきます。うわ、めっちゃおいしい。うわ、うま。ちょっとお塩つけたら美味しいかもしれない。うん。でも十分甘いですね。うん。肉甘いです。何もつけなくても。うん。うま。下味はないけど、お肉自体の味がね、しっかりしてるからね、これでも結構十分。うん。醤油がやっぱ一番美味しい。醤油合いますね。わさびと柚子胡椒。わさび醤油が優勝で安定の。
ネギ塩焼肉、ネギ塩完全に焼肉ですね。一応あのね、この肉寿司29さんのメニューにはないんですけど、あの事前にねお店とかに予約していただければ準備できるってことなんで、ぜひあの気になる方は電話してみてください。とかあの僕の動画でやってるものに関しては基本的にあの電話して予約すれば対応してくれる場合もあるんで、あのもし気になるメニューがあったらね一回電話してみてください。うわ、ビール合うな絶対。ハハ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 ハ。これでもう4巻分ぐらいですか。でもいやそんなもんじゃないっすね。そんなもん12巻分ぐらいはあります。12巻分ぐらいはあります。そんな12巻分ぐらいは余裕あります。はい、最後にこれですね。前回の肉ケーキになりました。
うん。